石原明の、K、の経ヒントプラス回今回は30代男性パーーーソナナルボディートレーナー質問です石原先生の質問法を教えてください先生はあったその日にすごく仲良くなれるポイントは質問とおっしゃっています、うん、私も富裕層にお会いする際にその質問があればどんなに有益だろうと思いますそこで質問を投げかけるポイント教えていただきたいです前回と繋がってますね延長線の感じでじゃあ <laughs>、はいきましょうかこれは商品開発とか サービス開発するときに、プロダクトアウトかマーケットインかっていう話があるじゃないはいはい。で、プロダクトアウト、僕こんなもん作りました作りたい人が作ってる感じ。はい、プロダクトアウトを局面限まで行くとアーティストになるんだね<ー>、うん。ものすごい高いものを作ってて、その高さが超富裕層にマッチしたり、人類初みたいなオリジナリティになるから芸術、アートになるよね。ところが、まあこ、この人の場合は、マーケットインって、お客さんが何を考えてるか、そこに沿うような商品、サービス出していかなきゃいけない。<laughs> うん、お客さんとか日常的に出会う人の中で出会った時にマーケットインになるような情報を仕入れた方がいい。だからこういう質問すればいいんだよっていうことをその人たちの会話を通して気づくようなライフスタイルした方がいい。この,この人が僕がこういうこと聞いた方がいいよって言った時に聞いたら結構ドツむにはまるよね。はい、なぜかってそれの会話ができないから。はい。そのテクニックの用語だけ覚えても。そうそう。例えばどんな車好きなんですかってまだフェラーリは分はかるけど、はい、違う車これって言われたのにお なんで、はい、みたいな。はいはい、あの状態にすべてがなるから。よく違う文脈で日常会話ができなきゃダメだよねって話が近いです。昨日ものすごい有名な運送系の会社さんがいらっしゃいました。 で最初に僕に一生懸命運送業界の説明をしようとするので僕昔運送会社のコンサルやっててトラック協会とかあの辺の動き全部知ってますって言った時に知ってるんですかって話になってはい、はい、突然親密になるわけですそれからその人がやろうと思ってるビジネスそのものがものすごく社会的な意義があってそれってこういう発想からですよねって何でそんなこと考えちゃったんですかっていう質問をしたんでうん、うん、そしたらよく聞いてくれました「本当はそれみんなに言いたいんです」と「実はうちはこんな家計の背景があって」 歴史的にこんなことがあって僕はその血を引いてるかなみたいな話になる。これって で今こ彼が求めてる質問をしながらその人と本当に仲良くなるっていう関係じゃないまさにそうですね、うん、だから結局共通の認識があり言わなくてもこっちが分かっててさらに踏み込むところの度合いも分かってるから確かに共通認識とその踏み込む度合いの絶妙のバランス、うん、でそれは何でかっていうと結局コンサル業界考えた時にどっかの業種に絞るっていうのは僕ダメだから飽きちゃうし、うん、だから全ての業種について知っといた方が楽じゃんって思って うん、例えばそういう飲み会に行ったりとかいろんなことに顔を出した時に聞いたことない業種とか見たことない種類の人に会ったら先仕入れしちゃうねみんな逆で物が起こってから勉強するんだから運送業のコンサルが来ちゃってから慌てて運送業を勉強するのよ。 で僕はもう全然知らないんだけどその業界ってどんな感じになってんのとか最近の問題って何とかそもそも歴史を通してんでそんなことになっちゃったのとかすごいその場で仕入れんのよそれでしばらくたってまだ運送系の人が来るじゃんたまたまです、ね、たま,たま。そうするとその人にぶつけてみるわけ前にこういう話聞いたんだけど,なるほどこうらしいですよね専門用語1個聞いたら「おも何度その専門用語聞いてんだ」ってから「コンサルだから少しは情報持ってます、ね」みたいな3人ぐらいに会うと <laughs>、はい、物事なんでもそうだけど1人じゃ情報が分かんないんだけど3人5人になるとこの5人の序列ができるただ一番 前の人にすんませんってなんか今はないんだけどそういう話があったら聞いていいですかみたいなことをよくやってた、ねうん、もちろんもちろん向こうは自分のことを聞いてくれる人がいてもう役に立ったって言ったら基に人間って役に立ちたい、はい、だからもう,う、ね、もういつでもついに来ました質問ですみたいな半年後でも嬉しいよだって言ってるからそ<ー>んな感じでいろんな分野のハ持ってたり <laughs> 本屋に行って読まないけど買う本って結構あるの買って置いとく。 パパラパラって役に立ちそうだなと先仕入れしといてほら役に立ったこの本が三3年後とかへえそんな感じあっそれも人だけじゃないんですね本もやるしそうだ世界中で行ったとこの看板写真撮ったりするんで1年2年経った後になんかすっげえ面白いの撮ったことあるこれこれとか言ってものすごい過去のやつスライドしてこれこれあったってそうそうそう,そう僕人の名前覚えるの超苦手だし<あ>メモ取んないし <laughs> だってメモ取んなきゃいけないレベルのとっても無駄でしょだから、ね、<え>レベルの高いものだけを記憶に残すそれ以外は捨てる もうだってこんだけ情報が来ちゃってるから捨てないことには生きていけない。家中ゴミだらけになる。だから今入ったら必要なやつをリリースしてバッサバッサさせて,てる。まずはこの方のさっきみたいな感じで。プロダクトアウトになんなきゃいけないから自分が対象としてる人にすいませんって今僕こういう仕事してて将来は何屋さんみたいな人にトレーナーしたいんですって。だけどこんなんだからそういう人の情報が全然わかりません。どういう生活してんですかとか。よかったら家連れてってください。あこういう感じなんだっていうのがすいません。一人だと心配だから、まあ、5人ぐらい紹介 <laughs> <laughs> おかしくないこれ <laughs> しますよねお前なんだそれそうしたら、うん、そこに反応してる人って基本的に豊かな人でそこに反応しない金持ちはお前俺は金出したいから俺のクボになるみたいな隠い込めやつだあいますい、ね、そういうのも含めて分かればいいです好奇心旺盛に全然ノックして聞くと教えてくださいとい平然としていいということですかね、うん、というわけで石原先生ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました